はいどうも、電拳3種でもらってやらせてもらってます。電拳2種獲得の、花尾です。君、新入社員だよね。あっ、ここそのよく言われるんですけど、うん、うち5年目です。あっ、私より先輩。私3年目の電ガです。よろしくお願いします。水欲しい。ちょっとブラック企業なのかな、水欲しいって。だから就業中に水飲んじゃダメっていう。あー、懐かしいわ。懐かしいわ。それ結構欲しいって感じ。早く始めてくれ。それではですね、昨今課題となっておる、はい、その YouTuber 数式化計画なんだけれども、おいよいよそれに着手しようと思った。もう今から YouTuber が出されるので、はい、それをね、まあ理系用語にね略して大企業、メーカーさんとかに受注するというのが受注する。あ、一応だからそこまでやるんだ。その受注される側の人、そのまま YouTuber の名前言われても分かんないと。うん、だから理系用語で言ってくれないと分かんないってことね。ああ、そういう、ね、多分そういうことだ。というわけで、早速やっていきましょう。関西電気法案協会。はい、あ、はい、では、あと急にプロジェクトリーダー課長。では第一プロジェクト、はい、東海オンエア。あ、東海オンエアね。横軸縦軸何でもいいでしょ。ああ、そういう感じ。俺は今グラフで攻めてる。あ、俺グラフでも式でもいいってことね。どっちかというと相手理系だから理系の人が伝われば何でもいいってこと。そういうことです。ああ、なるほどね。で、私とりあえず初手軽いやつから。そういう感じでもうポンポンポン。あ、ポンポンいきます。はい、ポンポン、はいはい、はい、Y イコール E のマイナス X2 乗で横軸2本に取った時ちょうど中間点ぐらいに、はい、6人が密集してるっていうこと。これを表してる。おー、これ分布ってことですか。分布です、ね、分布です。6人はここに集中してると。東海オンエアってまあいろいろカラーがあるじゃないですか。はいはいはい、はい、それぞれの、はいはい、まあでも所詮みんな賢い。所詮みんな賢い。所詮みんな賢い。だから、はい、波の不公式。なるほど、なるほど、わかりやすいね。いいね、君。いいよ、いいね。いいよ。じゃあ僕これ、はいはいはい、これね、夢丸さんのモヒカンです。夢丸さん最近ね、あの髪型を変えたんですよ。はいはいはい、確かに。なるほど。Y イコール、あ、X2 乗プラス Y の2乗イコール1。あ、円のね。円と、はい、まあ、N と、まあ、X イコール0で。やっぱ東海オンエアさんってっ再生数ナンバーワン、うん、すごいじゃないですか。はい、やっぱ再生数に振れ幅がないんで、あの振れ幅が小さい時にしか使えないタンフリコの周期。ああ、めちゃくちゃ常に常にね。確かに。L がめっちゃちっちゃいってことね。で、振れ幅はシータ。ああ、そういうことね。ちなみにあのね、振れ幅大きいと楕円積分出てきちゃうんで、あの。なるほど。これですね。10イコール4たす3かける2なんですけど。はいはいはい。これ都市密になってます。分解的。都市密の数式。すごい。都市密の公式という。しかもなんか定義発見しました。では、はい、第2プロジェクト、はい、スカイピース。あ、なるほど。余裕。これ簡単やね。これ簡単ですね。はい、はい、早っ。スカイピース最初必ずスカイピースってあるじゃないですか。はいはいはい、これ何意味してるか知ってます。これ W ですか。タングステン。あ、なるほど。あ、なるほど。でもタングステンの2人って言ったら伝わるかも。ちゃんと聞いて、最後まで、はい、ポイント絶対いけるから、うん、これ融点、金属の中融点最大なんですよ。だから2人の絆も解けないでしょ。急に息吹き返してきた。まあね、何言うてんねんって話がある。2ポイント。イエーイ。続いてのプロジェクトは、ななこちゃん。ななこちゃん、はい。あ、え、これ奇跡起きました。はい、はい、水の結合角 104.5、はい、これ23たす23たす 58.5 で構成されるんですけど、はい、これなんとナトリウムナトリウムコバルトで7個になる。はい、奇跡起きた。え、すごっ。奇跡起きた。すげえ。え、本当に多分合ってるよね。多分合ってる。え、間違っててもいいわ、もうすごい。水の結合角になったから悩んでる。はいはい、はい、奇跡起きました。お、また。はい、これですね。何これ、バネ。今からちゃんと式になりますから。はい、おお。ななこちゃん何やってるかって言ったら主にメイク動画やってますよね。はい、メイク動画ね。これですね、まあ、物理なんですけど関連するもの書いてきますね。まず小物体、この質量 M、はい、でこの小物体の加速度 A、 そしてこのバネのバネ定数 K、 そして壁に衝突した時の跳ね返り係数 E、 メイク。おお。すげえ。なるほど。
すごい。メイクだ。なるほど。メイクだ。メイク。なるほど。2ポイント。いやっしゃ。濃いですななこっていうのがありまして、光源2つとね、照明2つあるんで、ななこちゃんと顔面上で証拠を干渉するっていうのがありました。ななこちゃんのしばしばメイクこれ多分マジでどういそうでね、ななこちゃんのこの辺とかでしばしば模様ができてる可能性がある。確かに。ピッピーのタイミング2分の倍ずっとずれてるけど弱めやって。続いてのプロジェクト、気まぐれクックさん。ああ気まぐれクックね。まだやりやすそうやな。はいはい、気まぐれフックっていう。それはもろい。それ強くない。それはもろい。それは2ポイントです。寿司が短いっていうのも結構美しいポイントですよね。確かに。なるほど。じゃねん。はい、ヘリウム、窒素、ナトリウム、スカンジウム、ナトリウム、オガネソン、スズ、魚、おじさん。おーおー、なるほど。オガネソン出すのすごいレア。すごいです。確かに。続いてのプロジェクト、はい、光る。これはですね、あ、これ変わるんだよ。まずこれだよね。はいはい、アミノ酸で、これまず横に読んだら光るでしょ。はい、おまず横に読んだら光るでしょ。はい、R ってなんだ。何でもいいやつ。即先みたいな。普通に何でもいい。何でもいいやつ。で、酸と塩基で、これ塩基が俺らで酸が光るで、はい、俺ら中和しちゃってるよねみたいな。そういうのも込める。俺らと相性いいよねっていう。すげえ。なるほど。すげえ。すごい。クリエイティブだ。2ポイント。しゃ。はい。はい。光る酸って可能性無限大やから、はい、まず光るを無限大にするから、ライトを無限大にするということで、ラージエロを無限大にするんよ。はい。ヤンキの実験の式で。はいはいはい。じゃあ、干渉しなくなって、ただ光るっていう。なるほど。そういう式です。こちら。頭いいね。ただ光る。頭いい。これです。で、ね、敵やのおっさん。はい。マクシェルの悪魔。もうやっぱね、足していくんでね。外れの玉だけを足していけるっていうね、手を持ってるんで。そういうことか。やっぱ分別できるんですよ。多分視聴者との温度差やばい。やばい。マクシェルの悪魔だけに。はいはい、期待値無限大、当たるまで引くんで。夏の声の新作グッズが出ました。8月3日から8月16日までの期間限定で販売です。概要欄チェックしてね。定時の時間になりましたのでね、はい、仕事の報告をしてね、終わりたいと思います。今期の最優秀営業マンを発表いたします。はい、最優秀者は花尾。イエーイ。はい、ということで、はい、今日の、会社の仕事はこれにて閉店ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。農産業で錆びざんじゃ